ストローク飾るやつ大体ポジショントーク。パチンコに本心ガシガシ行かないと今度春菜がパチンコに楽しさの方をお伝えするチャンネルです。はい、どうもお久しぶりです。今度春菜でございます。今日はですね、パチンコでストロークの話をするやつはもう大体マウントを取ってポジショントークをしたいだけと、そういうお話をしていきたいと思います。はい、もうね、ストロークの話をもうし始めた人にもめちゃくちゃいますけど、もう大体マウントを取ってポジショントークしたいだけ。はい、もう承認欲求を満たしたいだけですね。あ、そうなんだ、そこだったらそんなにもあるんだ、あ、すごいねって言われて承認欲求を満たしたいだけと、はい、そう言っても過言ではございません。僕にね、よく来る上位の質問リストがこの台なんですけど、どこに打つのが一番回りますかみたいなね、質問がよく来ますね。はい、まあ僕は優しくね、その台はおそらくまあぶっこみが一番回る可能性が高いと思いますよとかもね、丁寧に返してるんですけど、まあ心の中では知るかと思ってます。知るかどう打ったってやっぱそんな大して変わんねえよと、はい、正直思っておりますね。実際問題ね、まあどこに打つかによってもちろん回転数の差は生まれるとは思いますが、ただ世間の一般パチンカーの人たちが思ってるほど回転数に差はないと僕は思っております。はい、今日はそれについてご説明していきたいと思います。まず最初にね、まあこの台は回転数変わるっていう台はちょっと上げていきたいと思います。まあ5個ありますね、5個考えました。はい、1つ目、跳ね物ですね。跳ね物はもうストロークがいいの、もう釘が大事なんですけど、釘とストロークが命と言っても過言ではありません。はい、もうどこに入れればより多く球を拾えるか、僕跳ね物知識あんまないですけどっていうのが大事なので、跳ね物は間違いないですね、ストロークが大事です。はい、2つ目、ワープが上部にある機種。はい、これ海物語の、まあ、ある機種、例えば、まあ、地中海とかはワープが上にありますね。だからいかにそのワープを通してステージに球を乗せるかっていうのが大事なんで、こういう機種はストロークがめちゃくちゃ大事です。はい、普通にね、ワープ通らないようなところに弱く打ったりするとワープに絶対 100% 入らないので、回転数が思ったより上がらなかったりとかしますからね。はい、3つ目、プラスチックゲージなどで、ルートが分かれてる機種。はい、これ最近やか、なんですかね、ぶっ込みっていうか寄りが全部プラスチックみたいなゲージの台がありますよね。はい、例えば、花見景色のレンとか、最近の AKB とかですね、まあ、ルート2通りあるんですよ。でこっちから行くのとこっちから行くので、どっちに向かう繰りによってそのプラスチックのルートが変わってしまう。そうすると回転数が大きく変わってしまう。これは結構、まあ、どっちのルートに目指すストロークかっていうのは重要でございますね。4つ目、バラクリのアウト方向に向かう機種。これちょっと意味わかりますかね、まあ、バラクリたくさんあって、これがバラクリの調整次第で全然違う方向に向かってしまうような機種ですね。はい、これちょっとね、僕もね、パッと思いつかなかったんですけど、おそらくですよ、おそらく初代の花の刑事雲の彼方にが確か、僕も前すぎて忘れちゃったんですけど、そうだったんじゃないかなって記憶してます。初代の花の刑事雲の彼方にっていう台をですね、ちょど打ちするとね、回転数がかなり上がると言われてまして、まあ僕も実際まだかなりそれで上げてきたので、そういう台は、まあ、ストローク大事だというふうに言えると思います。はい、5つ目、スルールートやフロックルートに向かう機種。これどういう意味かわかりますかね。例えばスルーなんですけど、海物語シリーズは結構ね、ちょろ打ちがサポ中は有効だと言われています。はい、なぜならここね、わかります、ちょろ打ち、まあ、できればここに当てるくらいがいいんですよね。一番この手前のこの角に当ててスルー、そうすると下に直角に落とすことによってスルーに通りやすくなる。海物語とかね、大体僕は散歩中だから最初に弱く打ってこれぶつけて、いかにスルーを通すかというような打ち方をします。はい、あとフロックルートっていうのが何かっていうと、北東無双の散歩中ですね。はい、北東無双の散歩中とか大当たり中ですね、大当たり中とか散歩中に弱く打つとフロックに入りやすくなるんですよ。はい、強く打つと道釘で、まあ、ジャンプして下に落ちないんですよね、フロックが下にあるんで。ジャンプして奥の電柱方向に向かいます。はい、ただ無双とか弱く打つと
道区切りでジャンプしないで下に落ちてフロックに球が結構拾ってくれるようになるんですね。はい、なので、まあ、大当たり中は基本的には弱め打ち、はい、でまあひねりを加えたかったら、まあ、僕は基本的に加えますけど8個入ってぐらいで強くすると、まあ、基本的には弱め打ちにしておいておけばフロックに球が増えるので、まあ、大当たり中しかりサポ中しかり結構球が増えやすくなるよと、はい、そういう風に言えると思います。まあ、今ねご説明したような機種はですね、まあ、ストロークによって回転数が上がったりだとかスルーをより多く通せるだとか、まあ、フロックにより多く球を入れられるとかで大事になってくるんですけど、まあ、世間の人が思ってるほどそんなにストロークは僕は重要ではないと思います。もう世間の人たちでね、もう頭をめちゃくちゃ抱えすぎてこの機種はどこに打ったらいいんだって考えてる人がね、もう、まあ、僕の印象ですけどかなりいるんですけど、もうそんなことを考えてるんだったらより多く回る台を探そうが大事。はい、もうそんなことを考えてるんだったら今日の晩ご飯は何食べようかなって考えてる方がいいと思います。じゃあなぜ世間の人たちはストロークによってそんなに回転数が変わると思っているのか、この後ご説明していきたいと思います。こちらはね4つ僕考えてきました。はい、説明していきます。1つ目、マウントを取ったポジショントークができる。釘とかはね正解不正解がしっかりありますね。もうこの釘はこっち向いてた方がいい、こっち向いてた方がいい、上向いてた方がいいとか上がった方がいいとかね、はい、ただねことストロークに関しては正解不正解っていうのが明確には少ないと思います。はい、だからもうストロークについて語る人がいたとしても、あ、それはそうだねそうだねともう間違ってるとも言えないんですよ。だからねもう知ったかふりしてもうポジショントークするテーマとしては一番いいんですよ。もう何とも言えないからね、それがね答えがねあるかどうかだからね、だからもう知ったかふりができると。僕まあ渡辺コメディスクール卒業なんですけど、まあ約10年前にね卒業してますね。はい、当時、まあ、お笑いやってるとね、お笑い芸人誰が好きなのみたいな話になるんですけど、ある人たちがねいたんですよ。その人に聞くと、もう僕はねそうですね、コントだとラーメンズさんが好きですねって言うんですよ。はい、これねお笑い好きからすると、あ、ラーメンズさん好きなんだ、この人はめちゃくちゃお笑い好きなんだというふうに思うんですよね。はい、もうポジショントークするのに、お、あの技巧派なラーメンズさん好きだったら絶対お笑い上手い人だなと思うわけですよね。それと一緒、もうポジショントークするの一番いいから。ただ僕から寄せると、もうね、もう占いと同レベルです。占いみたいなもんです。トロークの話するのはね。はい。ちょっと余談でしたが、二つ目。パチンコ打ちながらやることなくて暇ながら考えることで言ったら、どこに打ったら回るかなぐらいしかないから。パチンコ打ちながらね、もうやることないんですよ。やることないです。もう回転数どれくらいかな、あ、ホリウム、三つぐらいになったら止めようとか。まあ、そんくらい、もう機械的なことですよ。はい、だからもうね、やることないからもう考えることだったらどこに打ったら回るかなぐらいしか考えなくなるんですよね。だからもうね、それでもうずっと、あ、どこ打ったら回るかなって考えすぎて、もうみんながもうストロークずっと言っちゃってると。はい、そういうわけでございます。はい、三つ目、いろんな媒体でストローク聞きすぎて大事だと勘違いしちゃってる。はい、もう言い方が悪いと洗脳されちゃってるというわけですね。もう大昔から、まあ、いろんな雑誌やら何やらで、もうストロークね、もう聞きまくってる。それでね、もう洗脳されちゃってますね。はい、もうね、もうちっちゃい時から木村拓哉さんはイケメンだと、反町隆史さんはイケメンだと、水嶋博さんはイケメンだと、もうそれ言われてますよね。だから、あ、なるほどね、こういう顔はイケメンなんだなと、もうそれ洗脳されちゃってるんですよ。ただね、もう世間の人がブサイクだと言われてる人たち、まあ名前はちょっと挙げないでおりますが、そういう人たちがでも実はイケメンだっていうふうに言われたら、あ、これがイケメンなんだなって思うわけですよ。それと全く一緒ですね。もう洗脳されちゃってるわけです。もうね、僕ね今までねたくさんストローク言われてて、たくさんいろんな記事を読んできましたが、論理的に説明があってここがベストだなって納得して腑に落ちたのがあったのかなっていう正直気持ちで言います。もう大体は経験談ですね。経験談でここ打ったらこうだった、だからこのストロークがベストみたいな話が、まあ、この4つ目の次にもつながるんですけど、そういうふうに思ってますね。
はい、まあ4つ目いきましょう。はい、4つ目、少ないサンプルで勝手に固定観念で決めつけている。はい、こちらですね。あのね、たかだか1万円ぐらい、例えばボキューミ5を試しましたよと、ストローク試しましたよとします。はい、1万円打って、ここだ打ったら何回転回りました、思ったより回らなかったので、次の1万円ここを試したら回転数が5回転アップしました、この台はストロークはここがベストですとかって書いてますよね。あの1万円ぐらいじゃね、同じ箇所に打ってても5回転6回転の回転ブレがあることなんてよくありますから、それで勝手に決めつけて発信してるんですよ、ここがベストですみたいなね。はい、ただね、実際は少なくても1000回転はサンプル取って発信してくれる信憑性が僕の中ではないと思いますね。はい、ただ実際問題さ、あの5000回転も同じ釘で試せるかって言ったらさ、同じ釘に翌日もなってとは限らないし、なかなか簡単ではないですよね。だからまあ実際問題難しい。だからそれをね、たかだか何万円試してこれがいとも正解みたいに書いてあるので納得してる方が多いんですよね。はい、というわけで今日の結論いきたいと思います。まあね、今日もね、結論、これは僕の結論ですからね、まあ、YouTube なんて発信するの自由ですからね。はい、もうね、このストロークに関してはね、もうストロークガチ勢の方が結構いらっしゃいますから、もうめちゃくちゃ非難されそうですね。もう個人の自由ですから、はい、僕はそう思いますよっていうだけですね。はい、もう本当にストロークにこだわりこだわりこだわりまくってる人いますからね、そういう人からしたら僕の今日の動画、まあ、腹立って仕方ないのは分かりますけど、僕の自由ですからね。はい、いきます、僕の結論いきます。2つ、ストロークで回転数などの差はあるだろうが、みんなが思ってるほど影響少ない。2つ目、ストローク考えすぎるより回る台を探すことを考えた方がいい。はい、以上でございます。はい、というわけでね、今後僕にですね、この台の機種はどこに打つのがベストですかみたいな質問するのはやめてきてくださいね。不意じゃないですからね。はい、というわけで最後までご視聴くださりありがとうございます。次の動画は危ないデカ、この機種はストロークが命だった、こちら行きたいと思います。というわけで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。